ルワンダ王国は遅くとも14世紀から1962年まで存続した東アフリカの国家。現在のルワンダに一致する領域を支配していた。王家は11世紀から継続しているとの伝承がある。ルワンダ王家は伝承上1350年頃から始まったとされ、3代目のニニーニャ朝時代に後のルワンダの領域が欧米諸国の侵略を受けた。 ムワミは少数派のウシ民、土のパトロンクライアント関係の頂点にあり、ムハジコ周辺から徐々に支配を広げたが、周辺部は農耕民、フッツの支配が維持されていた。第一次世界大戦終結まではドイツ領東アフリカとして植民地支配を受け、ドイツの敗戦後はルアンダウルンディとしてベルギーの支配下に置かれた。この間に、 ドイツ軍やベルギー軍の武力により土の王権、主張性が強化され、ハム仮説により土とフッツの人種的分離と土による間接支配体制が構築された。1959年、国王ムタラ3世がベルギー当局によるワクチン接種後に不可解な死を遂げ、弟のジャンバティストン・ダ・ヒンドゥルワがキゲリ5世として即位。これに伴い、 フッツチ人とベルギー当局の関係は急速に悪化する。同年、フッツ人の大規模な反乱が発生し、ベルギー軍は軍政を施行した。ルワンダは自治権を獲得した。1961年、キゲリゴ世が金社座にて開催される国際連合事務総長ダグハマーショルドとの会談へ、外遊中、ベルギーの支援を受けたドミニクム・ボニムトゥがクーデターを起こし、 王政損賠に関する国民投票を実施する。その結果、キゲリゴセイは廃位され、共和制国家の樹立が決定された。1962年、ルワンダ共和国として完全に独立するが、政情不安が後のジェノサイドにつながることとなる。ルワンダの国王はムワミと呼ばれ、ブルンジにも同様の君主号を持つ国王が存在した。最盛期には、 キブコの対岸の後のコンゴ民主共和国キブ地方東部にも勢力を及ぼしにあるワンダヤニアムレンゲと呼ばれる人々が移住し難民の一部もコンゴに逃れた。ありがとうございます。